日国9 7マナズル9 72区7は第二次世界大戦中に試作された日本陸軍の総動型軍用グライダー。設計、製造は日本国際航空工業による。愛称はマナズル。連合国軍のコードネームはガンダー。空7は前作の前択一を大型化したもので、1942年2月に陸軍から98式系戦車を 運搬可能な木製の核空気として日国に発注された。日国は、マスーラ構造技師を設計事務者として同月中に基礎設計を開始し、1943年1月に、郷土試験用の空 7i が完成した。その後、郷土試験の結果を受けて、実用型となる空7 i の製作を開始。空 7i で発見された問題点を改良し、 1944年7月に試作機が完成、同年8月15日に初飛行した。機体は中央胴体と同翼の骨組みは、軽合形成で、それ以外は木製。総動型を採用したことにより、大きな四角い貨物室を確保することができ、これにより32から40名の兵員か 7000kg の貨物、または、軽戦車さえ搭載することができた。 胴体後部には、現代の軍用輸送機では、標準となった、油圧式の上開き扉と下開き昇降板を備えている。空7は強力な栄光機を必要とし、これには100式重爆撃機や4式重爆撃機が当てられる予定だったが、これらの機体は配備数が少なかった。このことから空7にエンジンを装着した、動力機型機105の開発が開始されたため、 空7の開発は中止され、空 7I q 72合わせてわずか2機しか製造されなかった。なお、制作中だった q 72の2号機以降は機1 0 5として制作が続行されている。ありがとうございます。